はい、本日はですね、ゴアテックスとはという、まあ、なかなか今更聞けないような話を、まあ、できる限り分かりやすく映像とかも交えながらお話していきたいなというふうに思います。ではですね、いつも通り7つ特徴を挙げてるんですけども、まあ、このゴアテックスってマークだけ見たりしたら結構見たことある方もいらっしゃると思いますし、まあ、ファッションが好きじゃない方とかでも、まあ、例えば、スニーカーとか革靴とかでも今このゴアテックスが使われてたりとか、あとそれ以外にも手袋とかで使われてたり、まあ、それ以外にはあとスキーとかスノーボードのウェアでも使われてたりするので、まあ、ファッションに限らず結構今はいろんなシーンで使われることが多いんですけども、まあ、それが、どういうものなんかっていうのをできる限り噛み砕いて話していきたいなというふうに思います。ではまずですね、一つ目の防水防風透湿性というお話なんですけども、まあ、これはですね、まあ、映像を見てもらうのが一番わかりやすいと思いますので映像を見てもらいたいんですが、ゴアテックスとはというのが来ると間違いなく真っ先にこの3つが呪文のように防水防風透湿性って続くんですけども、まあ、これ知らん方からしたらわけわからへんという言葉だと思うので、まあ、防水防風透湿性それぞれがどういうことなんかっていうのを、映像を見てもらいたいなと思います。はい、それではまず、防水を見てもらいたいなと思います。まずですね、グレーのパーカーを着て、次ゴアテックスのジャケットを上から着るという感じになってるんですけど、このゴアテックスのジャケットを着て、その上にシャワーを浴びて水をこう浴びていったら、まあ、パーカーは濡れるのかっていう検証なんですけども、まあ、こんな感じで、たっぷり濡らして、で、実際中のパーカーは濡れてるんでしょうかという防水のチェックになってるんですけども、まあ、開けてみると、まあ、このように全く濡れてないっていう感じになってて、まあ、ゴアテックスがしっかり弾いてくれてるというような感じになってます。で、次はですね、防風なんですけども、このように扇風機でろうそくの火を当てるっていうふうにしたら、どんどん火が弱まっていくというような実験なんですけど、この間にゴアテックスのジャケットを入れるっていう感じになってて、実際こうスイッチを押してでゴアテックスのジャケットを入れると、あれ全然火が揺れてないなってことで、これ風吹いてんのかいっていう感じやと思うんですけど、まあ、しっかり風吹いてて、まあ、ジャケットが止めてくれてるんですけど、実際風を、ジャケットを外してみるとこんな感じで火が消えそうになって、またジャケット入れると暴風で守ってくれてるっていう感じになってたりとかするので、まあ、しっかりゴアテックスが壁の役割をしてくれてるので風が中に全く入ってこうへんっていう感じになって、また避けると、まあ、こんな感じで火が弱くなっていくっていうような流れになっているんですけども、もう一回はいという感じになってて、まあ、しっかり風を防いでくれてる、雨も防いでくれるし風も防いでくれるっていう、で最後フッてやって終わるっていう感じになってて、最後透湿性なんですけど、これ湯気出てる、まあ、お湯があるんですけど、お湯にジャケットと重ねるとしっかり中の蒸れというかその熱気が外に逃げてるという実験なんですけど、まあ、こんな感じで中の熱気っていうのが外に逃げてますよというようなまあ、分かりやすい検証になってるんですけども、これ次に普通のパーカーでやったらどうなるのかっていう感じになるんですけど、まあ、パーカーだと、上にこうさっきみたいにパンってかぶせると、はい、あまりですね、そんなに蒸気が出てきて、まあ、ちょっと出てるんですけど、あんまり分かりづらいのは比較すると、左がゴアテックス、右が普通のパーカーってなったら、やっぱりゴアテックスの方が蒸気が出てるということになってるので、はい、まあ、これが透湿性のチェックです。まあ、といった感じのように、ゴアテックスは防水で、まず全く雨が入らない。で、雨とか水が全然入ってこへんっていう感じになってて、さらに暴風なので風も入ってこないっていう感じになってるので、まあ、全く全部をシャットダウンしてるんかと思いきや、中の蒸れっていうのは外に逃がせるっていうようになってるので、例えばスキーとかやったら汗がかいてきたりしたら、その汗っていうのはさっきの蒸気のように外に逃げていったりとかしますし、まあ、グローブとか靴とかもそうで、中の蒸れっていうのが出てきたら外に逃げるような仕組みになってるっていうのが、これがゴアテックスの呪文のように言われる防水防風透湿性の、まあ、証拠映像というか、映像という感じになってます。で、まあ、これがですね、なんでそんな性能があるのっていうこの2番になるんですけども、まあ、性能に関してはですね、たった1枚の膜でできてるんですけど、ゴアテックスっていうのはそのたった1枚の膜を入れるだけでゴアテックスの先ほどの防水防風透湿性が出来上がるっていう感じになってて、先ほど使ったジャケットがこちらのジャケットになってるんですけども、この薄っぺらい生地の間に膜を張ってるっていうような感じで、まあ、こんな感じになってるんですけど、実はこれって、まあ、これと同じように3枚の生地が合わさって1枚の生地、ペロペロの生地に見えるんですけど出来上がってるということで、この間にゴアテックスっていうメンブレンが
入ってる、要は膜なんですけど、それが入ってることによって、まあ、防水防腐透湿性が出来上がってるっていうことになってますので、まあ、非常にその膜が大事っていうことになってて、その膜のおかげで機能が出てるっていう感じになってます。でちなみにその膜に関してはですね、あの小さい無数の穴が開いてるから、実は蒸気は逃げる穴やけども雨は入ってこうへんっていうぐらい小さい穴がいっぱいもう無数についてるっていうことになっているので、まあ、そういう機能があるという感じになってます。で3つ目がですね、値段が高い理由っていうことなんですけど、このゴアテックスっていうマークをつけると結構値段がガンと一気に跳ね上がるっていう感じになってるんですけども、まあ、このゴアテックスっていうマークをつけるにはものすごい厳しいテストをクリアしないとつけれないっていう感じになってて、まあ、様々なテストをクリアするんですけども、まあ、それを仕切ってるというか見守ってるのがこのゴアテックスの会社のゴア社という会社が全部仕切ってるんですけども、まあ、どんなテストがあるんかっていうと、まず一つ目っていうのがマーチンデール摩耗テストっていうのがあって、まあ、要は何かっていうと、あの木材とか削るようなサンドペーパーとかで生地を実際こう削ったりとかすっこすったりとかしてみて、まあ、それでも耐久性があるか破れないのかっていうところのまずテストをしてみたりとか、で次は、コールドフレックステストって言って、まあ、極限の温度状態の中でも使用することが可能なのか、要は例えば南極大陸とかすっごい環境の中でも使えるのかっていうテストをしてみたりとか、で次はレインルームって言って、その雨を降らすためだけの部屋っていうのがあるみたいで、そこに入ってあのテストというか実験をして実際濡れないのかっていうのを、まあ、確認してみるっていうことがあったりとか、で次はコンフォートテストって言って、要はこれは何かというと動いてみたりとかして快適さがあるかという、例えばちょっとサイズが大きいとか動きづらいとかっていうようなテストが行われてるということで、これを全てクリアした上に初めてあのゴアテックスのマークをつけて販売ができるっていうことになってるので、やっぱりそれだけテストをクリアしたりとかっていう風になると、まあ、値段が高くなるっていうのは、まあ、どうしても仕方がないことかなというふうには思います。で、これはですね、服だけに限らず、あの手袋も靴も同じように厳しいテストがあって、それをクリアしてから製品化するっていうことなんで、どっちにしてもこのマークをつけようと思ったら、まあ、かなりのテストが必要ですし、まあ、かなりの労力も必要、イコール値段も高くなるということが、このゴアテックスのようです。4つ目はですね、手入れが必要というところのお話になってるんですけども、一番最初に言ったみたいにすごい機能的で防水で防風で透湿性ですっていうお話はしてたんですけども、実はこれって手入れをしないとどんどん機能が落ちていくっていうところがあるので、まあ、必ず手入れはしてくださいというふうに、まあ、よく店員さんとかも言い張るんですけども、まあ、それどういうことかっていうと、先ほど言ってたみたいにこう湯気が出てた映像あったと思うんですけど、それって要は小さい穴からどんどんこう湯気が出てたりすると思うので、その小さい穴ってあの拡大するとこんな感じなんですけど、その穴に汚れとかがどんどん付着して詰まっていくことで、どんどん透湿性がなくなる、さっきのあの湯気が出てくるのがどんどんなくなっていくので、ただ雨と風をしのぐだけのジャケットになってきて、透湿性蒸れがどんどん出なくなってきて、着てたら暑いっていうようなジャケットになっちゃうので、どうしても手入れ、要は洗濯とかは重要っていうことになってくるみたいで、洗濯をちゃんとして綺麗な状態で着ることによって機能を維持できるということになってます。で、まあ、ちなみに洗濯については、あの専用の洗剤とか一般の洗剤とかも使い方とかあったりするんですけど、まあ、それはそれでまた動画出そうと思ってますので、まあ、興味あったら見てもらえたらなと思います。で次はですね、5番の唯一の弱点っていうところになってるんですけど、まあ、ゴアテックスっていうのは基本的には買ってしまえば一生ずっと着れるっていうことになってて、で機能的にも防水であるし防風であるってずっと一生変わらへんっていうのはあって、まあ本当に雨とか雪とか雷とかどんなシーンでも着れるっていうのはまあすごいいいんですけども、唯一の弱点としてはこれは火っていうのが唯一の弱点になってて、まあ、例えばタバコの火とかっていうのもそうですし、あとそれ以外にもこのキャンプの火とかっていうのもそうなんですけど、もう火の粉とかでもちょっとでも飛び散ると一瞬で穴が開いたりとかするので、で穴が開いてしまうともうそこから風がビュービュー抜けてきたりとか雨が入ってきたりとか、まあ、しますので機能がもう失われちゃうっていうことになってて、まあ、ゴアテックスは穴が開いちゃうと終わりっていうことになってるので、まあ、火には結構気をつけなければいけないんですけど、まあ、火さえ気をつけておけばそれ以外は全天候、雨であろうが曇りであろうが晴れであろうが雷であろうが雪であろうがどんな天候でも使えるっていうことになっているので、まあ、火だけは気をつけて、まあ、使ってればいいんじゃないかなというふうに思います。で6つ目はですね、撥水性を戻す方法っていうことなんですけど、撥水性っていうのはまあこんな感じで水が浮いてるように
あのジャケットとかに水がこうパンって浮いてるようになることってあると思うんですけど、それが撥水性って言って、これ撥水性がなくなるとベチャーっとした感じで、よくあの傘とかずっと使ってる傘とかってベチャーってなって雨が降っても弾かないと思うんですけど、あれが撥水性がない状態 でこれ撥水性がある状態なんですけど、まあ、撥水性ってまあ見た目的にも綺麗やし、なんか新品っぽくて良くないみたいな感じではあると思うんですけど、まあ、それ以外にも結構大事で、まあ、撥水性があることで最初に見てもらった湯気がこう出ていく穴がしっかり確保されるので湯気が出ていくんですけど、雨で塞いじゃうと湯気がこう全然出ないので、どんどん熱がこもっちゃうってことがあるので、撥水性っていうのは大事で、撥水性の戻し方っていうのは2つあるんですけど、1つっていうのはまず熱処理ということで、例えばアイロンであったりとか、あとまあ乾燥機を使う方もいらっしゃるらしいんですけど、まあ、そういう熱で要は加熱して撥水の効果を戻すっていう方法もあるんですけども、まあ、それで戻らない場合とか、それで不十分とか、もっと戻したい場合とかっていうのは、二つ目の撥水剤を使うっていうのがあるんですけど、まあ、その撥水剤っていうのは洗剤パターンもあれば、例えばスプレータイプもあったりするんですが、まあ、これもまたあの洗濯動画で出そうとは思ってるんですけど、まあ、それで撥水性が戻ったりするっていうことになってます。なので、まあ、長く使ってたり、5年とか10年とか使ってたり、まあ、それこそ使用頻度が高かったりしたら1年でもそうやと思うんですけど、どんどんベタベタなって撥水性がなくなっていったりしたら、また新品を買わなじゃなくて撥水剤を使ったりとか、あとまあ熱処理をしてあげることで撥水性ですぐ戻ったりするので、まあ、この2つは撥水がなくなった時に試してみるのがいいんかなというふうに思います。はい、ということで最後はまあまとめになってるんですけども、まあ、今言ったみたいな感じでゴアテックスのまあまず特徴性能とかお話ししていって、で次にゴアテックスってなんでそんな性能があんのっていう話をして、で値段は高い理由はいろんなテストをしてるから高くなりますよっていう話をして、で手入れは必ず必要なんで、手入れってそんな難しくなくて普通に洗濯なので、まあ、ちょっと注意点はあるんですけど、洗濯さえしてれば問題なくて、むしろクリーニングには出すよりかは自宅で洗濯してくださいっていうのはゴアテックスのホームページに明記されているので、基本的には洗濯がメインっていう感じなんですけど、まあ、そうやって手入れしていって、で扱っていく上で普段日常で着るのは大丈夫やけど、唯一の弱点としては火がちょっと弱点ですよっていうお話もして、で6つ目で撥水効果っていうのは透湿性、要は中の熱を外に逃がすのにめちゃくちゃ大事なので、撥水性っていうのは1回なくなってもまた戻すことができますよっていう、まあ、お話をしていたっていう感じなんですけど、まあ、これで大体ゴアテックスの、まあ、イメージとか、まあ、映像とか見たので言ってることっていうのは分かるとは思うんですけど、まあ、中盤でもあったみたいにゴアテックスってかなり高機能で、今多分ある生地の中では一番高機能な生地だとは思うんですけど、まあ、それを維持するにはしっかり手入れも大事っていうことになってて、手入れさえしてれば本当に店員さんとかやったら10年とかゴアテックスのジャケット持ってはる人とかもザラにいてはりますし、結構長く着れるジャケットやと思うので、まあ、値段は高いんですけども、費用対効果というか1年分で考えたりしたら結構まあお得なんかなというふうには思います。でちなみにこのゴアテックスっていうのは洋服とか靴とか手袋以外にも医療としても結構使われてたりしてて、医療としては、400万件ぐらいの例があったりとかするらしいので、それぐらい結構使われてるみたいで、ファッション以外にも人類において結構大事な素材っていう感じみたいです。でちなみに2018年からはゴアテックスももう一色なんか新しい色味のマーク見たことあると思うんですけど、普通のゴアテックスの今日言ったお話以外にも2018年からはゴアテックスインフィニウムっていうのも出てて、まあ、これはどっちかって言ったら防水機能はいらないタイプというかないタイプになってるんですけど、防水機能よりもどっちかって言ったら防風、風を止めたりとか、あと透湿性を高めたような機能になってて、今日お話ししたジャケットよりかはより街中とかより雨を想定しないシーンで着るのはインフィニウムの方になってるようです。なのであんまり悪天候でジャケット着いひんよっていう方はインフィニウムの方のこのタグの方を見て買うのがいいとは思うんですけど、まあ、雨の日とかでも着たいっていう方はこの黄色と黒の方のマークの方がいいんじゃないかなというふうには思います。はい、ということで、ゴアテックスはという極力わかりやすいように、まあ、噛み砕いて話はしたつもりなんですけど、またさっきも言ってたみたいに後日洗濯の動画を出そうと思ってるので、ゴアテックスの洗い方とかゴアテックスの洗剤を何種類か試してみて洗ってみようと思ってますので、またそれも興味ある人は見てみてください。ということで、本日はですね、ゴアテックスとはというのを極力わかりやすく話してみたという動画になってます。以上、ありがとうございました。